吉田の賭けパチ。さあ、この番組は私吉田とパチンコライターの方が実践前に引くくじで決められた軍資金の中でプラス収支を目指してなんとか立ち回るガチンコ実践番組です。頼りになるパチンコライターこの方。はい、パチンコ非常版の平山です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日は、はい、香川県ですね。はい、今回は日光高松中央店さんにお邪魔しています。はい、パチンコとスロットが1188台。多い。どう数えたね確かに。香川周辺ではおなじみのホールさんらしいですけども、この駐車場がやっぱこうじゃないと嫌やねパチンコ屋さんね。そうですね。いっぱい止めるとこないと。東京とかやると駐車場ないお店多いやん。もう探すの大変ですよね。駐輪場さえないやん東京とか。電車でパチンコやでさあ、そしてこの番組では毎回ガチで生活に困っている崖っぷちゲストを呼んでいます。今回のゲストこの方です。どうもモンスターエンジン西森です。お願いします。今回のゲストはパチンコ大好きモンスターエンジン西森だよ。モンスターエンジン、はい、もうもちろんご存知の。あ、もう以前、はい、昔やってました一緒に番組を。あ、そうだ。それもパチンコ番組、はい、はい、あ、藤本さんの。そうですそうです、その前のやつですね。あ、はい、そうか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 。藤本さんに取られたんですか。そう、まあモンスターエンジンは、はい、常に売れかけてますけどもいや、もう今ほんまにもう崖っぷちで。あ、そう。そうです、もう子供ができましたんで。あ、そうか。子供増えて年収減るという最悪のパターンです、はい、子供何人。子供2人います。はい、あ、5歳娘と2歳息子がいます。はい、あ、生活はもう全然もう普通の。いやいやいや、全然もうギリギリですわ。あ、そう、はい、おむつとかも全然あれでしょ、新しいのガンガンいけるでしょ。いや、そんなにいかないですほんまに結構ギリギリのあ、そうだ。大変なんです今ほんまに、はい、やっぱり全国ネットのレギュラーがなくなってから、そっからだいぶダメですねでもまあ嫁に黙ってちょっと言ってますけどね、パチンコ。あ、そうか。パチンコはどうなん、好きなん。パチンコは、はい、20年ぐらい前から。若い時はかなり行ってましたね、はい。収入ってええ時から比べたらどれぐらい減ってんの。3分の2ぐらいです多分。はい、3分の1減ったってこと。はい。あ、そう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 。あ、残り3分の1だともう食べていけないんですねいや、そんなないことないよ。いや、ないんですよほんまに。いや、あるよそれはそんなないことないだってそんなないやつはもっとこの間水道が止められてみたいなことを言うもん。何も言えへん。あ、まあそれはそうですね。さすがにそれはないですね。そうやろ、はい、子供ってそんなやついるんですかいや、いるよお前芸人だけでしょその、ね、いるよお前、子供いて、はい、金なさすぎて、はい、嫁と子供出て行って、はい、家に残された離乳食のお菓子食ってるやつ誰の話なんですかそれ味せえお菓子通なったの中本とかすごいやついますね。今日なんか決めてますね平山ね。あ、そうですか。もうか可愛いって言わなしゃあないぐらいの帽子かぶってんもんな。この格好も完全にそうですね。なあ、はい、あ、フリーや。あ、今日やだな。僕はフリーってことですね。そうそうそう。ああ、やばい。3万3万うわー3万うわこんな雨でロケなんか嫌ですね言ってられへんな。うわどういうこと。3やとやっぱ負ける確率高いってことですか。まあそうやね、ロケ行くのが嫌やね勝ったら行かないこといいんですよね、そのまま続ける。そう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 、時間まで行けりゃええけど、まあ行こうか。はい、広いホールでゆったり快適、寝台いっぱい日光高松中央店さんで実践開始だよ。頑張れ頑張れ。はい、ということで今回は、仕事人5の合計、今日初打ちなんですけど、まあ、出玉がね全然ね前の真剣とは違うということで、ちょっと楽しみにしてました。頑張って回していきたいと思います。 60%、まずはへそで直角か7ラウンド各辺かを狙うってやつだね。絶対勝ちたいんですよ。お金なくなる嫌なんです。ほんまそれだけです。お金好きなんで。大好きなお金がなくなる前に当ててよ。お、
おい、なんやこれ。あ、なるほどね、はいはい、そういうことか。これ何連かしたらいいってことね。黄色、黄色、オレン、三、三やね。あっ、赤い出てきた、赤いの。なんか揺れてるけど。新演出の出陣ゾーンだよ。どういうこと？えんちゃうのこれ。あ、え、これ？これ当たり、当たりじゃない、当たりじゃないですかこれ。当たり、どういうこと？あ、絶対当たりやろこれ。気が早すぎ。2位じゃない方がいいよ。あ、メインの動かすところの冒険はカットイン次第でガラッと期待度が変化。今の当たってるんじゃないの。あ、当たったよこれ。当たった、当たってるよ、ほら。あら、これは早いよ。絶対勝ったやん。学園、学園、学園の人も来てないよ、学園の人が。オッケー、やりましたよ。めちゃめちゃ早いね多分これ。吉田さん、お客さんから差し入れもらってるみたいだよ。ああ、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。久々にミルクティー飲みます。お客さんからもらいました。なんか男の人が持ってきてくれて、俺の彼女が吉田さんにこれプレゼントって言って、なんかミルクの入ったもんをね、俺にくれるっていうのはちょっとおっぱい吸われたいのかなというメッセージかなって深読みしてしまいますけども。考えすぎです。大丈夫かな、あのカップル。彼女が俺におっぱいを吸われたがってんだけどな。そんなこと思ってないよ。めっちゃ熱そうやん。突然めっちゃ熱そうなやつ来たやん。今回こそドーンと大当たりさせなよ。だいぶ新しい演出が追加されてるんですね。まあ、そうやね。さあ、金貨3枚に女の子の祈り保留。涙ゾーンでの保留変化は前からあったよ。4423、多分あれが4510とかやったら当たってたんかな。何でも語呂合わせあるわけじゃないよ。さあ、6000円、久々の速い当たりか。冒険は出てる。高松に初稲妻落とすか。今日は小雨で稲妻日和。もたもたしてる間に終わっちゃってるよ。しかも大チャンス外すんかい。ないわ、ないわ今のは。稲妻のタイミングもようわからんし、あの感じで外れんのとかないわ。いや、しつこいわ。
この感じの展開をもう何週続けてるか。この今回の合憲は普通の仕事人5のスペック違いなんですけど、まあ、新演出が若干増えたぐらいで、演出は仕事人5を打ったことある方にはすぐ入っていける演出になっていると思います。でスペックの方もですね、大当たり確率とかあと継続率とかはほとんど変わってなくて、何が違うかというと大当たりの出玉が全然違います。通常時は出玉ありだと全部7ラウンド約1050個の出玉をゲットできるんですけど、電サポ中ですね、 60% 確変のうち 50% が16ラウンドの大当たりで2400発も出るんですよ。でもちろん、普通の仕事にと同じで小当たりラッシュ搭載されているんですけれども、小当たりラッシュで得られる出玉もこっちの方が多いみたいなので、まあ、平均多分3000発ぐらい1回の当たりで取れる、結構もう2連でもまとまった出玉を獲得することができますので、今日は皆さんに合憲の威力をお見せするためにも何としても大当たりを引きたいと思います。5番になったんでチャンスですね。赤チャンス目、いやでも弱い、あーレーンしましたね。あーひでー。でも今回なんかリーチ中にカットインが出るらしくて、あ、共闘ですね。のカットインが赤だったらもう7割以上インサイド持ってるので、赤カットインさえ出ればヒデとかでも全然当たるみたいですね。さっき西森がヒデリーチで当ててたよ。これかな、これ何、赤カットインだよ。モントさんでしたよ。外れました今のは、今のは赤カットインなんじゃないですか、わかんないけど。11回転で当てた西森は確変の残ラッシュに突入だよ。ここでだから球が減らずにちょっとずつ増えるんですよね。これがだいぶお得、このまま当たらずにちょびっとずつ増え続けて終わってもいいよ。2のリーチ多いね。あーこれは当たるかも。大当たり回避したんだよ。どういうこと、当たるやつや。オッケー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 、これでいこう、これでいこう。一冊仕事人で出てきたで、一冊仕事人で、一冊仕事人で出てきたらもう当たりやろ。激アツって言うた。
もうはっきり言うた激アツって。これね、いやー来たー、これあなたでしょ、あなた。オッケー、角変。角変図柄での大当たりは16ラウンド。だー、これ2400発出るってこと。にやめてほしいな。喜びもつかの間、角変終了のピンチだよ。どこにブルブルなし、どこにブルブルはなしよ。あ、これ当たるやつや。あらら、角変、角変、大当たり、大当たり、に最終戦あれだー、これ2終わりですよね、これね。あ、なんだろう、もうギジさん終わったから。カウントゼロで何が起きるのかな。赤い、もうこれ1枚目ですからね、何気に。パチンコって当たるんかね。当たるよ。もうなんかどんな遊びやったか忘れたな。うわ、平山当たっとんもんな。今回も吉田さんはダメかも。平山に期待しよう。今回の小当たりラッシュ、おい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 、いったまも今増えてないですよ。勘弁してよ。お、こんな、これも新演出。ちょっとちょっと、こういうピンチかと思ったなっていうパターンもあるんですね。で、今回小当たりラッシュ1回につき9個ぐらい増えるらしいんで、ちょっと長いのかな。で、60% なんで1回は継続させたい。あーあー、やばい、これはまずいですね。
もう。あー当たっちゃった。あの通常だと4ラウンド分の出玉しか得られないので、ちょっと痛い、一回は引きたかったですね。ダメだ。熱いのを外した後淡々と進み出すっていう黄金の負けパターン。そんな黄金パターンいらないよ。さあこれ何？レンコン。さあ3連までは行った。はいはいはい。今のタイマーに何の意味があるのか分からんけども、まあ、あとここにゼブラ、これがないときつい。今の俺にはゼブラが必要。今の俺にとってはまだこれリーチじゃない。あー外れる外れる外れる。はい外れた。知ってた。まあでも投資7000円で当たってくれたんで、もう一発当てられるように頑張っていきたいと思います。時短を抜けた平山に再びチャンスだよ。アジトゾーンだ。ちょっと積んでるやん、生意気な一箱下に置いとるやん。吉田さんとは違うんだよ。何があったらああいうことできるんやったっけな。
さあ前半が終わりましたけども、平山どうですか。はい、うちは投資7000円で8当たり2回引いたんですけど、あの16ラウンド1回も引くことができず、今1箱ちょいぐらい出てます。はあはあはあ、ああでも2回当たってんねや。2回当たりました。前回どうでしたっけ。1回も当たらなかったのは前々回。全然前回かな。全然前回。全然前回。君の名はみたいになって思ってる。そんなことあるの。あ、ほな久しぶりやな平山も、ね。久しぶり出ました。ああ、まあ下積んどったね。1個積みました。すごいわ。めちゃくちゃすごいと思う。ありがとうございます。西森どんな感じ。僕はあの初当たりにちょっと11回転もかかってしまって。何やねんお前。11回転で。もうなんでこんなポットでがそんなことあんねん。俺何年やってる思ってんねんこの番組。パチンコは僕ずっとやってますから。でもね、1050の出るやつと2400とあと最後ちょろっとで終わってしまいましたけど。あ、でも十分十分やん。今2箱ぐらいあります。はい。いやもうほんまお前の代と迷って。ありますか。ああ、行く時に、はい、でもあのちょっと寝不足で、はい、遠かってんお前の代がちょっと。いや知れてますよ。何メーターかここでええわ思ってやったらもう今一回も当たらずや、はい、俺は1万7000円使ってます。ああ、当たらんわ。当たらん。もう今年1000円だもんね、はい、一瞬やめて帰りそうになりましたけど。ちゃんとか、はい、だから2400出んねんね。そうなんですよ。だからもう格変引いたらでかいですよ。格変中めっちゃ玉増えます。あ、そうか。はい、なんていうんですか、昇級っていうんですか、大当たりダッシュでね、むちゃくちゃ玉増えますよ、はい、ほんまに大当たりダッシュ増えやすくなってるんで、さらに。はぁ、やかんな。俺ぐらいスランプ長いやついる？ライターさんで。見たことないですね。なあ。長いやつ出てない映像ばっかり流してるんですか、もんじゃん吉田さんは。そう。いや、まあいないですね、でも。まあ、おらん。で、酒飲んで、はい、崖っぱち見て、はいはい、YouTube で、はい、一人で Twitter に文句書いて。やんでくわ。一人で全部やってますね。一人で全部やってる。ほんまおかしいもん。これ何かがおかしいね、うん、ほんまあの一回スタッフ総特会してほしいもん俺。なんてこと言うんですか。八つ当たりもええとこじゃないですか。もうなんか異常なぐらいね当たらへんけど、まあまあまだ1万7000円なんで、はい、まだちょっとわからんかなっていう感じでね、はい、じゃあ、前半戦はこんな感じで、後半戦も後半戦、はい、頑張ってください、はい、というわけで今回はこの辺でさよなら、YouTube 共楽チャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者の皆様からのお便りをご紹介します。リオさんからいただきました。ロッシー緩くてよかった、今度ダイアン呼んだってください。うわ、ん、しは面白いですからね。うん、独特の癒し系の今までにない感じのねえ、はい、さすがですわあいつは。うん、さあ、まあ、ロッシーは良かったけども誰か来てほしいっていう人いる？ロバート。そんな全然崖っぱちちゃうやん。金持ちやん。そうなんですけど、うち山本さんが好きで。山本？はい。あ、あの3人の中やったらまた崖っぱちな方ちゃう？多いじゃないですか。ああ、山本ね。はい。なんで好きな？あのポケモンの番組を結構見てて、ほうほう、すごい強いんですよ山本さん。あ、そうなんや。はい。おのおのなんか特技あんねんなロバートって。そうババちゃんは料理やし。あー、そうか。でもダイアン、うんうんうん、いいけどダイアンも絶好調やからね。そうですよね、崖っぱちじゃない。俺通なっかんの中本呼びたいな。ね、ちょっとまあ前も言うたけども、はい、嫁と子供が家から出て行って残された子供の離乳食のやらかいお菓子食うてるっていう話。全然味せえへんらしいで。へえ、うん、美味しくない。でも最低限の栄養は取れてるはずですって言うとった。確かに栄養ありそう。皆様たくさんの投稿ありがとうございました。毎回ご紹介するのでじゃんじゃん投稿してください。崖っぱちは YouTube 共楽チャンネルにて毎週月曜更新絶賛放送中。さあ平山、はい、俺が今すぐチャンネル登録しないなんてって言いますから。
頼みますよ、はい、気合入ったやつ、はい、じゃあ皆さん今すぐチャンネル登録しないなんてどうかしてるぜ。もっと気持ち込めてほしいな。後半どうなる。さあ今日は曇り空、小雨、絶好の稲妻日和、行くぞー。もう手札だ。さあトロバ君、グン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 。今日おむつが入ってます。ブツブツおっさんの冴えてるパチンコにタイトル書いてくれ。強楽ニュース。パチンコ魔法少女まどかマギカオリジナルグッズにフェイスタイルが新登場。ツイッタープレゼントキャンペーンを行います。詳しくは吉本パチンコクラブの告知ツイートを確認してください。ご応募お待ちしてます。サンシャイン堺ネットショップもチェック。